はい、ということで、僕が今回の身勝手ガシャで、なぜか身勝手とね、同じ確率。なのに、なぜか10体こいつが先に出てきた。一番嫌いなキャラですね。あ、待って、やばくない？相手のベジブルの凸。いや、待って、これ、ウィスと一緒に使いたかったんだけど、これさすがに出せないね。はい。ということで、今回のガシャで、身勝手ガシャで僕が世界一嫌いになったね。ビルス、貫突したビルス、覚醒7にしてきたんでね。使っていこうと思います。まあ、生放送でね、この間チラッと使ったんですけど、はい、よろしくお願いします。いや、マジでさ、本当に確率おかしかったよ。なんなら身勝手の方がさ、確定ガシャとかあるから、確率的に出やすいはずなのに、なのに、身勝手が一体出るまでの間にビルスが、10体出てきたんですよね。やばいよね。さあ、ということで、そんなね、ビルス君、そんなに俺のこと好きならさ、活躍してくれるでしょということでね、紫2枚出されてますけどね、ビルス、活躍できるかな。お、これ青だから、ちょっと結構入るんじゃない？あー、なんか相手のベジブルが貫突だから、なんか、すごい、オッケー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 。さあ、欲張って。相手のベジブルやばすぎだろ、貫突って。何それ、何それ、めっちゃ強引すぎん。これ素直に行きます。あ、いいよいいよ。これで救出2回使わした。射撃撃ってこないかな、撃ってこないかな。うわー、怖い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 。あー、最速取られちゃったよ。いやー、水瀬いの、あー、見えた、オッケー、でかい。で、これ必殺のボールも回収して、さあ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 、勝った、オッケー、最速でかい。マヨ、え、これいけるよね、さすがに。悟空3。いや、ビルス一応ね、味方のサポートもしてくれてるんで、なんとか落とせると思います。雷神行きましょう。いや、でも、ザマス4ダメ全然もらってないな。そこがちょっと不安。え、待って、落ちる？ちょ。硬すぎだろ。いけ！おい！全然行かないんだけど。怖すぎ怖すぎ怖すぎ、ああ、どうしよう、ライジング打ってくるかな。お、外してきたぞ。甘いんじゃない、速回避多いね、この人。とりあえず、裏のベジットブルーの待機カウント忘れたんで、素直に打撃つなげてって、お祈り、大丈夫かな。ああ、出してきたわ。まあまあまあ、いいでしょう。こんだけ削れれば上等。てか、貫突ベジブル買った。いった！やめて！本当にやめて！ちょっと。多分この人即回避なんで。はい。癖を見抜くのも PS。身勝手1体出るよりも先にビルス10体引くのも PS。はい。え？ちょっと待って、間違えた。びっくりすぎて回避遅れた。なんだそのライジング。回避ないと思ったのかな？ちょ、合体戦式だ、痛い。危ねえ、欲張りすぎ、それ欲張りさすぎだよ。勝って、マジで悟空3。いや、とりあえず、うー、怖い。回避キャンセル、怖すぎ、マジで跳ねた。速回避広いね、やっぱ。癖を見抜くの大得意なのかな、わかんないわ。自画自賛かもしれない。あ、意外と削れるね、いいね。これか、いや、弱いわ。ちょっと待って。究極でとりあえず手札破壊しましょう。1年前はね、圧倒的最強キャラだったよ、このビルス。あ、入った。よーし、ありがとうございました。神は軽々しく触れてはいけない存在なのだ。うわ、また黄色いないよ。ウィス出せないよ、これ。え、てか、このフリーザ強いの？新しい覚醒フリーザ。全く性能1ミリも見てないんですけど。やべ、動画に使いたいとは思ってないけど、覚醒フリーザ、どうなんだろう、強いのかな。めんどくさいから覚醒1で使うかもしれないわ。よろしくお願いします。え、前回日が、系譜なのか、悪の系譜なのか、フリーザ軍なのかもわかんない。出してくんのかな？
お、出してきた。マジで知らない、本当に性能。え、俺初めてかもしれない。レジェンドで性能知らないキャラと戦うの。すごいすごいすごい。あー、アーマー狙ってるかと思ったんだけど。噛み合いましたね。いや、俺レジェンズで性能全く、もう本当に1ミリも知らないよ。見てないもん。そんなキャラと戦うの初めてかもしれない。この2年半のレジェンズの歴史において、やばすぎだろ、マジで。もう。俺が動画で喜ぶと思ってみんなやってんのかな。俺喜んでないからね、全然。ゼネミルー、お祈りも PS。あ、こいつダメだ。単発打っちゃダメなんだ。4ダメ上がるんだよね、確か。ぴょん。わしら。ゼネミルー。最近さ、こういう相手の人とさ、会話するプレイしてたらさ、めっちゃさ、コメント欄で怒る人来るんだよね。大体、コメント欄で俺に切れてくるやつ、もう 89% お母さんのアカウントなんだよね。今日も来てたわ。なんとか、しずえみたいな名前で、本名の女の人の名前で、アイコンなんもないで、アイコンなんもないで、本名お母さんの、YouTube アカウントで俺にめっちゃ文句言ってくるやつ、マジでさ、毎日現れるようになったんだけど、身勝手の効果かな。キッズめっちゃ増えたと思うよ。あ、残念ながらね、僕、キッズに向いてない動画なんで、僕の動画のね、アダルト向けなんで、18禁なんで、ごめんなさいね。やばすぎ！おい、見えたぜ。跳ねないか。辛そう。いや、うまいね、そこ跳ねないの上手だね。雷神かな？泥足つけた。いやー、ほんとはビルスっす。いや、ビルス残すか。うん。これ特殊持ってきてるはずなんで、変身後のメインで。あー、マジか、選ばないのか。意外と知らなくない？変身クーラーメインで特殊持ってくるって。だから、あれかと思ったんですけど、やっぱりね、レジェンズの知識がね、すごい国さんにはね、それをしてこなかったですね、相手。え、なにメイン何それ、わかんないんだけど。ちょ、本当に怖い、なんかそいつ。やばい、なんかコメントで来てたんだよね、ちょっと強いらしいですよ、みたいな。見えたまよ。あ、でもこれ落ちないな、さすがに。打撃あったらな。まあ、たらればいったらしょうがないんでね。で、これ多分即射撃、アーマー対応できないと思うんで、撃ちます。OK。これ中距離で。OKOKOK。これはね、相手バリないんで。正義の中距離打撃です、今のは。正義の鉄槌。いや、勝てーわ、君。ただ、これさ、ライジング、読まれたら溜まりやすくなるっていう噂、本当なの。超ぶねマジで。それ、本当にやめてください。タックルいけ。通常か。え、必殺ぶっぱ。うわ、即圧かよ。即圧は絶対来ないって落としたのに。ただね、属性有利なんで。え、めっちゃいいじゃん、ビルス。大活躍。一応これもね、15万のビルスなんでね。15万の身勝手作ってたら15万のビルスもできたんでね。はい。これアーマーでも普通に死ぬよ。射撃撃とう。連続で。よしよしよし。即射撃。さっき即圧だった。あ、おい、打撃が欲しかったんだよ、今。今、打撃が欲しかったんだよ。あやー !75。うわ、マジかよ。タックル避けさせて、ライジング。ちょもーちょも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 。え？あ、入ったわ、これ。よし、ざま。ちょ、もう2回目は読まないでって、勝った、こいつ。硬いね、クーラー。突っ込め、よーし。まあ、これはね、回避使わせたいっていう目的があったんでね。はい。ありがとうございました。目的がある中距離打撃も PS。かくせいパーティーとラクワカス。いや、やばくね、待って、この人ゴジータ覚醒してないんだけど。お前、石貯めれねえだけだろ、どうせ。いや、でもすごいね、ケブラとか突あるから、ちゃんとマルチとかは考えて使ってるんだね。絶対石貯めれてねえから、ゴジータ覚醒できないから、名前で文句言ってるやつね。
よろしくお願いします。覚醒作ればいいのに。今さ、別に覚醒キャラの方がさお得。あ、はい、交代ムーブぶっ刺さりね。切れてる暇あったらそれやめろ。あー、今ってむしろさ覚醒キャラがどうこうよりも覚醒キャラの方がさガシャ引くより強くなれるからね。うーごいごいごい、ごい、やだ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 。うわ、うまい。キャラチェン回避読み。まあ、とりあえずウイスキーで受けていきましょう。男好き。怖すぎ、ぶねマジでこやつ。よしよし、強すぎ。はい、聖なる激凛落ちろ。あ、回ってれば回ってた。え、強ざます。もうタックルばっか。さっきキャラチェン回避読みされた。おっ、あぶねえ、マジ、聖なる激凛、ぶっぱまんかよ。はい、ライジングいきまーす。さよなら。これさすがに落ちるよ。ラブアーズ特殊で。今日読まれすぎだから、マジで通してほしい。さあ、これが15万のビルスの火力です。聖なる激凛。落ちるよね、多分。待って、それぐらいおまけして、18,102 ぐらいおまけして。え、攻めてこない。やばい、こいつリジェネだからどんどん回復していく。ちょっと待って、本当にやめて。やめて、キラ。回復力がすごい。パズドラの回復パーティーか。昔、うわー、マジか。さっきキャラチェン回復してきたから、相手ずらそうと思ったら、普通に今度は来ましたっていう、オタク特有のチーギューの早口で。マジでやばいって、この名前に負けたくねえわ。このキッズネームに負けたくねえわ。いやー、待って。おまけしてよ、18,000ぐらい。やん、待って、本当にやめてください、本当にやめてください。いや、ただこいつ究極切ってこい、早く究極切ってこい。こいつ気絶しないんでね、ビルス。15万円払ったんで、15万円払う前から気絶しなかったけど、もう即圧。お前うざい、本当ムカつく。お前本当に覚醒キャラ作れないの人のせいにしてんじゃねえよ。愛を気絶しないから。いや、でも痛えな、これ。でも硬いね、さすがに。相手カントつけ札でこれだからね。やっぱビルス硬えわ。いい硬さ。あ、ブロック、はい、気絶無効です。え、いや、さっき即圧だったんだよな。はい、ざまー、いいざまー、見ろ。えいへ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 い。いや、これ弱え。超本当に無理だ、これ。跳ねた。いや、でも全然落ちねえ。もうどんだけ回復してんのこいつ。さっきちょっとやば。あ、終わったわ。え、いや、耐える。さすがにそれは貫突したから。ウィスも今回のガシャで15万円分かガシャ引いたらウィスも貫突したんで、実質こいつも15万のウィス足したら30万パーティーです。はい、で、ね、しかもあのザマスも2周年の時に35万分課金したから、もう実質これ65万円のパーティーです。はい、見えたー、ザママよ。いや、これ気力回復がさ全然少ないからそこだよね。あぶね、射撃から撃っちゃった。出てくる。え、オッケー、危ねえ。いや、これさすがに落ちるでしょ。死ねざます。え、待って、落ちない、それ。落ちると思うよ。ウィスケイだもん。15万の力見せろ。あー、強すぎ。ワンパンチしてしまったわ、ワンパンチ。オッケー、ザママよ。落ち、あるぞ。ライジング読みも PS とか言ってたやついたけど、ライジング読まれても勝てるぞ。ライジング読まれて勝つのも PS。おっと、待って、落ちろ、もう一回。危なすぎまよ。はい、ということで、マジで一番嫌いなキャラですね、ビルス。うん。まあ、ガシャ動画ね、全部見てない人はマジで見てほしい。こいつが本当にえげつないぐらい出てくるんで、なんかのガシャ動画で、1本の動画で4体ぐらい出てくるんだよね、確か。はい、終わります。さよなら。